ピラメキーノの缶蹴り大好き。どうもこんにちは、こんばんは、イワです。ウィニングイレブンアプリの方今回もやっていきたいと思います。なんか最近さ、ピラメキーノを思い出した。ピラメキーノのさ、あの缶蹴りあったじゃん。いろいろ仮装してルパンと次元と、刀持ってる人のあの缶蹴り、なんかもう一回見たいなと思ってました。それだけです。ということで今回 FP 引いていきたいと思います。マドリードダービーって言っていいのか、これは。さあ、アトレチコね、アトレチコとレアルマドリードが来てます。ということでアトレチコの方から見ていきましょう。今回ね、ジョアン・フェリックスが噂によると総合値100いくらしいんだよ。なんでちょっと欲しいんだよね。私まだジョアン・フェリックス持ってないんで FP ね、欲しいところですね。ちょっと使ってる人とね対戦するとね、マジで止まらん、こいつ止められない、止まらない。でヤン・オブラクは私国の FP、 国代表の FP 持ってるんで、まあ、今回はいいかなと思っております。はい。で続いて、まあサウル・ニゲスさんかな。なんか最近3日後に移籍するみたいな、なんかそういう記事を見たような気がする。3日後に発表することがあるみたいな、そういうこと言ってなんか世間をねざわざわさせた男ですね。まあニゲスはなんて言ったってボールダッシュの強さのボックス2ボックスボックスでしょ。これ欲しいな。あのね、一回いつだっけな、あれか CL ガチャの時に来てたんだよな。その時ゲットできなくて、まあ今回ぜひゲットしていきたいところで、モラタも僕持ってるんで、まあ今回いらないかなと思います。で噂によると、アルアンヘルコレア、こいつが強いらしい。スパサブじゃなかったこの人。あ、違うわ、なんだっけな、あれか、マッチデイか何回使ってね、強かったんだよね。アヘルコレア、逆足いいね。逆足がフリットと同じか。で、まあ、常連で、まあ、あとは、まあ、ぼちぼちって感じなのかな、ヘランロディ。だと思います。エルモソ。こいつ何？ビルドアップだろ、どうせ。ハードプレスはちょいちょいちょいよ。ハードプレスちょいちょいちょいよ。使用感いいからね、ハードプレスは。ちょっと気になるジャーナル。ってな感じで、まあまあ、第一、ジョアン・フェリックス狙いで引いていきたいと思うんですが、まあ、ジョアン・フェリックス、ニゲス、まあ、ちょっとエルモソちょっと気になるんで、まあ、この3人引けていけたらなと思います。ということで、まあ、早速引いていきましょう。マジで、まあ、フェリックスが3体出てもいいです。許します、それは。フェリックス3体なら許します。まずスペインに落ちる。まずスペインに落ちて、こっからやっぱイングランドとか行っちゃうかもしれないんで。さあ、誰だ？まあ、右足なんで、誰だこれ、7番じゃない、いや14、アンヘルコレアだっけ14は。ニゲスじゃない、ニゲス顔じゃない、誰だ、あ、ジョレンテか。ノーマーク、一番ノーマークだった。さあ続いて2回目引いていきましょう。さあ、まあ背番号7番くれば最高なんで、7番、まずは7番。14ジョレンテじゃない、これ。まあ、スキップしちゃうよ。いや、よくないね。ちょ、リーチかかったね、今ね。よくないね。ラスト。フェリックス、ニゲス、どっちでもいいです。なんならフェリックス。来い。お、細さがフェリックス臭いぞ。ありがとう。ちょっとあんま大声出せないけど、ありがとう。やっぱあれだな。ジョレンテの被りはやっぱフェリックスのためにあったんだな。さあ続いてレアルマドリード見ていきましょう。マドリーチャマルティンな。みんなレアルマドリードって言ってるけど、あのマドリーチャマルティンなんで、ちょっと間違えないでいただきたいね。で今回ベンちゃんが来てると、でエデンも来てんだよね。ベンちゃんボックスディフェンダーなんだい、ボックスディフェンダーって。あ、ライブレになった。あれ、ボックスストライカーじゃなかったっけ、またライブレになったのか。え、じゃあちょっと欲しいな。でまあエデン欲しいね。エデン怪我耐性1かな。今は8のちょっと意味がわからないけど、はいはいはい、まあ、エデンは欲しいですね。エデンと、あと、まあ、クルートガーも欲しいですね。ちょ、レアルは違うね。マドリーチャマルティン欲しい選手多いね。バランも欲しいし、欲しい選手意外に多いな。エデン、ベンちゃん、クルートガー、バラン、まあ、トニートニークロース、ラモスはいらなくて、今回のラモスぶっさ、は？イケメンな写真用意してよ、さすがに。これちょっとラモスに悪意あるわ。ラモス嫌いな人だろ、これ今運営してんの。で、まあ、ギャルシュ・ベイルと。まあ、ゴルフのプロ選手がなんでウイレにいるのかは、まあ、わかりませんが、まあ、ベイルは、まあ、まあ、持ってないんでね。まあ、当たったら当たったんで、まあ、いいです。ってことで、まあ、いらない選手と言ったら、まあ、口が悪くなっちゃうんですけど、まあ、言い方悪いんですけどね。まあ、いらない選手。まあ、ルカとセルヒオとトニートニクロスかな。まあ、あと全員当たってくれたら、まあ、いいかなって
感じですかね。まあ一番欲しいのは、まあ、ティーボーバランであったりかなと思います。では早速引いていきましょう。さあまあね、ゴールキーパー黒服来てくれれば、黒服のサンジ来てくれればいいです。うわ、奈良じゃないこれ。これエーデン来た。うわやばい、来てる。あ、いや来てるわ。ごめん、なんか最近大食いして怪我しまくって、なんかめちゃめちゃ怪我してる。なんかめっちゃバーガー系食って太って怪我してるって言ってごめん。悪口言ってごめん、エデンアザール。では2回目。さあもうこれクルトが来ればいいよ。クルトが来て最後バランで終わりよ。誰だ、右足。うわルカだ、ルカか。でもモドリッチ俺 FP 持ってなかったからまあいいや。似てなさすぎる、似てなさすぎるこのルカモドリッチ。さあまあまあいいでしょう、まあいいでしょう、かぶりじゃないんでね。ではラスト、クルトワ、クルトワバラン、クルトワバラン、どっちか。キーパー来たら勝ちよ。誰だ、右足。ベイルではない。